次回笑いの内閣は第22次笑いの内閣朝まで生ごずら2020という作品を上演します。こちらがポスターでございますね。こちらが最近ビッグカメラで買ってきた、はい、2005年に笑いの内閣が旗揚げした時にですね、作った作品でですね、若狭湾沖に謎の大怪獣ゴズラが出現、怪獣が現れたのに合わせてですね、支持率を回復させるために頑張ろうって言うんですけど、内閣のみんな無能すぎてですね、ろくに対策もできずに、ゴズラが被害が広がると。2014年とかってちょうど安倍ちゃんのですね、がちょっと内閣改造したとガタガタ不祥事があって、これはこのままいけばようやく支持率が下がってこの話が再演できるかと思って、2016年のこの時期に再演という計画を立てたのに持ち直したので、もう大変客に苦労したんですけど、僕のせいじゃないんです。支持してるやつらが悪いんです。怪獣が現れたらですね、どういうふうに日本を対策するかっていうのをですね、日本対ゴズラっていうんだったり、それはなんか安野くんがやってくれるみたいなんで、僕がやらなくてもいいだろうとなりまして、もし怪獣が現れたら、町の旅館とかそういう観光とかやってる人はどういうふうに対策するかという話をね、やろうと思っております。2月11日からアトリエ月見でですね、ちょっと潰れる劇場なんですけど、ね、もしこの間ずっと仕事だっていう人がいたら、労基署に行った方がいいと思います。7連勤というのはしてはいけないことになってますので。そして、3月の4日から6日間で札幌のシアターズーというですね、1階がセイコーマートっていうですね、北海道しかない、コンビニ家族ワクワクセイコーマート、札幌の方もぜひ見に来ていただければなと。メカゴズラも出てきますし、ちょっとネタバレなんで明かせないんですけど、もう1回怪獣が出てきます。そこ盛り上がりポイントになるから、怪獣のことをさ知らない、はい、小さな女の子が歌ったら出てくる怪獣。これね、これは僕がオリジナル作詞作曲をした曲なんで、それはぜひ見に来て聴いていただけたらなっていう、そこが見どころです。